普天間基地の移設問題で沖縄を訪れている鳩山総理大臣は、県議会議長との会談で、埋め立ては極力抑えるという考え方があると述べ、現行案の修正でアメリカ側と協議していく考えを明らかにしました。埋め立てということは極力抑えるべきではないかという考え方が今政府の中で出てきており、またアメリカとの議論の中でも当然そのことは追及をしていきたい。鳩山総理はキャンプシュアブ沿岸部の埋め立てではなく浅瀬に杭を打ち込む方式などを念頭にアメリカ側と交渉していく考えを示しました。その上で鳩山総理は全面的な県外移設を断念した理由について、海兵隊の陸上部隊とヘリコプター部隊の共同訓練を考える中で厳しさを痛感していると説明し、県内移設に理解を求めました。